エイリッヒ・ケストナーはドイツの詩人、作家である。ドレスデンの記念館にあるケストナーのブロンズ像ドレスデンのノイシュタットに生まれた。父、エミール・ケストナーはカバン作りの手工業者だったが産業工業家の煽りを受けて工業労働者になり、母親イーダは夫の少ない労働賃金を補うため利用士になる。本当の父親はユダヤ人の主治医。 エミール・ツイン・マーマン博士で、母イダとツイン・マーマンという医者との間に生まれた、不倫の子供であった、と言われているが、ケストナー本人はそれについて言及しておらず、また、その根拠の大多数が伝聞であることから、未だ結論は出ていない。教師になろうとして、教師を養成する専門のギムナジウムに入学。第一次世界大戦に兵士として招集される。命令と服従という関係しかなかった。 学校、軍隊に反発を感じ、大学進学を決める。ライプツヒで学業の傍ら、新聞の編集委員をしながら、詩や舞台批評を発表。空前のインフレの影響もあり、苦労して、大学を卒業した後、ベルリンに出て、詩人として認められた。辛辣で、皮肉の強いパロディや、遠征的で、シニカルな作品を多く発表する。また、 恋愛を対象としたものも多い。1928年に発表した子供のための小説、エーミールと探偵たちが好評で、次々と子供のための小説を執筆し、児童文学作家として世界的に有名になった。とりわけ、世界各国で何度も映画化された同タイトルの映画は有名。ケストナー作品の差し絵は、エミールと探偵たち執筆と愛前後して知り合った。 画家、イラストレーターのバルター・トリーヤが多く手がけ、その関係はトリーヤの死去まで続いた。成人向けの文学作品でも顕筆を振るった。ベルリンの後輩を描いたファービアンは第二次世界大戦世代の日本の作家たちに好意的に読まれ、子供のためだけではない小説家としての顔を見せている。自由主義、民主主義を擁護し、ファシズムを非難していたため、 ナチスが政権を取ると政府によって詩、小説、ついで児童文学の執筆を禁じられた。ケストナーは父方を通じてユダヤ人の血を引いていたが自分はドイツ人であるという誇りから亡命を拒み続けて偽名で脚本などを書き続けスイスの出版社から出版した。ナチス政権によって 自分の著作が文書の対象となった際にはわざわざ自分の著書が焼かれるところを見物しに行ったという大胆なエピソードがある。ナチスもケストナーを苦々しく思っていたが、拘束などの強硬な手段を取るにはケストナーに人気がありすぎ、逆に民衆の反発を買う恐れがあったため、ケストナーの著書を文書にした際、子供たちに配慮して、児童文学だけは見逃したり、変名で、 ケストナーが脚本を書いた映画、ホラ男爵の冒険を制作したりしている。一方で、ベンヤミを含むマルキシズムの立場からは、政治的に立脚点がなく、その理想は、プチブルジョアのための慰めでしかない、という批判を受ける。戦後は、初代西ドイツペンクラブ会長として、ドイツ分団の中心的人物になった。ちなみに、ドレスデンにいたケストナーの母親とは、 戦後の東西ドイツ分断で離れ離れになってしまったが、東ドイツ政府もケストナーが、ハンナチを貫いたことを高く評価、母親を手厚く保護したという。1960年、私が子供だった頃で優れた子供の本に送られる、第3回国際アンデルセン賞を受賞した。長年ルイーゼロってエンダーレという女性と、障害ともに暮らしていたが、 内縁関係のままで生涯結婚することはなかった。ちなみに、二人のロッテの主人公である双子のお姉妹は、この内縁の妻の名を分けて名付けたことで知られている。ありがとうございます。